はい、どうも、酒好きな元新潟人です。今回はこちら、キリンの淡麗の極上の生です。発泡酒。こちらが、まあ俺がバッシングしたやつですけどね。うん。まあまた飲んでみようかなと。うん。原材料が麦芽とホップと大麦とコーンと糖類。アルコール度数が 5.5%。麦芽使用率 25% 未満と書いてあります。まあ、こちらの商品はですね、俺が何年か前に、淡麗の、淡麗生っていう名前だったやつが、まあ、リニューアルして、淡麗の極上生になったんですけど、本当にまずくなってて、残念でしたね。うん、まあ今のエビスみたいなもんですよ。エビスみたいな感じ。ね。パッケージ変わって、味も変わりましたよっていう感じ。はい、こちら、なんだっけ、ブリの白子の煮詰めたやつ。これ美味しいです。あ、うま。これうめえわ。しかもこれ 500g 以上入ってて、値段200円だったからね。グラム、100g あたり40円ぐらい。ちょ、うまい。単純に酒と砂糖と塩しか入れてないんだけど。美味しい。完璧。このボダムのグラスなんかあれだな。置くときもこう、そーっとやらないとなんかバリーンできそうで怖いんだよ。前回飲んだこちら、アサヒのスタイルフリーに比べると、まだマシですね。うん。まだマシ。うん。まだなんか、麦の香りがまだ、しますね。多分。あ、でも、薄っ。それでもやっぱ薄い。もう味が、コクが。薄い。うん。とにかく薄い。うん。でも、まだ、まあ、マシなんだけど、ただ、第三のビールの方が圧倒的に美味しい。このね、キリンの淡麗極上生が、2015年に、リニューアルしたと。
圧倒的に味が、風味がね、まるっきりね、減っちゃったんですよ。うん。これ、あれだな。ダメだな、これ。やっぱり美味しくない。うん。うん。まあ、炭酸はやっぱりなんか、荒々しい感じ。うん。炭酸のその、粒、泡の粒が多分、でかいのかな、なんかこう、荒いは荒いです。まあ、炭酸水で言うと、ウィルキンソンみたいな。ウィルキンソン系の炭酸の強さ。荒い感じ。うん。まあ、でも、ここはまだ、むしろ荒い方が、まあ、結構刺激で言えば上なんで。うん。いいんですけど。果たしてこれを買うやつがいるのかって話よ。うん。だから発泡酒なんで値段が120円か130円ぐらいするんですよ。で、第3のビールだったら100円ぐらいで買えるんですよ。だからその2、30円のあたり、それを、わざわざ2、30円高いやつを買ってるんだけど、ぶっちゃけ、これでうまいとかだったらいいんですよ、別に。生ビールがだいたい200円ですから。それに比べたら70円も安い。うん。これでうまいんだったらいいんです。第3のビールよりか 1.3 倍以上うまいのかって話。まるでうまくはない。とにかくコクがない。うん。コクがない。まあ、喉越しはあるとしても、まあでも香りもまあ、このアサヒのスタイルフリーに比べれば、だいぶマシですね。香りはまだ感じられる。麦の香りは感じられるんだが、とにかく薄い。コクがない。何かこう、なんだろうな、この圧倒的な薄さは、なんだろう。第3のビールに比べても圧倒的に薄い。うん。もうなんか炭酸水を飲んでんだけど、炭酸水に香料、麦の香料を使ったらこうなったみたいな。そんなぐらいの感じ。多分鼻つまんでこれを飲んだら多分炭酸水と勘違いするっていうレベル。うん。多分ね、これ、鼻つまんで飲むとね、おそらく、これ炭酸水だと思うんですよ、おそらく。実験でちょっと俺が鼻つまんで、飲んでみましょう。あ、でもやっぱちょっと違うな。やっぱちょっと味はあるわ。まだ麦の味あったわ。
さすがに炭酸水とまではいかなかった。やっぱ下で、麦っぽいっていうのを感じた。うん、これちょっと言い過ぎだったな。まあでも、鼻から香る麦の香りは、あるはあるんだけど、少ないですね。圧倒的にね。まあでも、こっちに比べればだいぶマシです、これ。これとんでもないまずい。これ、薄すぎてもうなんか、なんじゃこりゃっていうレベル。まあ、それよりかマシでしょ。ただ、買う価値があるかっつうと、まあ、ないです。ないでしょうね。13、ね、22です。ご視聴ありがとうございました。